メジャーリーグ選手会 MLBPA は26日、日本時間27日、選手間投票で選ぶプレイヤーチョイスアワードの受賞選手を発表した。ドジャース大谷翔平投手は両リーグの年間最優秀選手。プレイヤーオブザイヤーで最終候補入りしていたが、3年ぶりの受賞はならなかった。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が選出された、ナ・リーグ最優秀野手。 アウトスタンディングプレイヤーには選出された。エンゼルス時代の2021、2023年にはリーグ最優秀野手に選出されている。移籍1年目の今季は54本塁打、130打点でリーグ2冠を獲得。リーグ2位の打率310で3冠王こそならなかったものの、前人未到の54本塁打 &59 盗塁、54から59をマークした。 また、日本人初のトリプルスリーを達成した。